エクソンモービルスピードパス黒い円筒状のものがスピードパスキータグ、キーホルダー型になっている。長さは1.5インチで単4管電池よりも一回り小さい。スピードパスとはエクソンモービルがアメリカカナダシンガポールに所在するエクソンエッソモービルザとエネルギーの各ブランドのセルフ式ガソリンスタンドで導入している非接触型決済サービスである。日本では 当年ゼネラル石油のセルフ式、ガソリンスタンドでの給油と併設されたコンビニエンスストアなどでの買い物などに使用できたが、当年ゼネラル石油を吸収合併したエネオスでは、後継としてエナッキー及びエネオス7個を導入している。給油機のリーダーにかざすだけですぐに給油を開始できるのが特徴。アメリカでは1997年にサービス開始。 キーホルダー型のスピードパスキータグの他に、車の窓に貼る、バッテリー式のスピードパスカータグ、タイメックスの腕時計に組み込まれたスピードパスウォッチなどがある。2003年時点では、系列のガソリンスタンド約7500カ所、マクドナルドなど約440カ所で利用することができ、利用者数は約600万人。なおスピードパスは2019年6月20日に、 サービス終了予定。2016年にサービスを開始したスマートフォンアプリ、型のスピードパスへの移行を促している。シンガポールでは1999年にサービス開始。日本では2003年から、エクソンモービル有限会社が、エクスプレスブランドのガソリンスタンドでサービス開始。また、腕時計に組み込んだスピードパスウォッチも販売されていた。 EMG マーケティングの JXTG エネルギーへの合併に伴うガソリンスタンド再編によりスピードパスは2019年6月に新規受付再発行を終了し2019年7月からスピードパスの後継サービスとして新たにエナッキーが導入された。スピードパスはエネオスのセルフ式ガソリンスタンドのうち一部では利用できないが エナッキーはエネオスのセルフ式ガソリンスタンドのほぼ全店で利用が可能。スピードパスについても2019年6月で新規受付再発行を終了する。またスピードパス7個の後継として2019年7月から新たにエネオス7個が導入される。エナッキーの導入に伴いスピードパスのサービスは2020年12月末に終了。 キーホルダー型のスピードパス2012年7月にサービスを開始し2013年3月から全国展開アメリカカナダのスマートフォンアプリ型のスピードパスとは仕組みが異なる2019年6月に新規受付再発行を終了しサービスステーションのブランドネームがエネオスに統一される同年7月1日から新たな非接触決済ツール エナッキーに移行している。スピードパスと異なりサービス終了時期については発表されていない。スピードパスプラス開始時より登録可能であったクレジットカード後日登録可能なクレジットカードに追加されたものなどありがとうございます。